コネから始まるぜ、ニャンニャンクリーパーの動画チャンネル。どうも、ニャンニャンクリーパーです。今回はですね、この折りたたみ傘を買いました。1000円ぐらいでした。一応値段は1650円とありますけれども、ちょっとネットでね、ヨドバシエクストリーム、はい、使って買いました。あ、ヨドバシエクストリームっていうか、はい、ヨドバシ .com ですかね。はい。で、とにかく軽いものを選択しました。まあ、日傘としても使えるようですね。はい。私、いつも使ってる折りたたみ傘。はい。あれの骨がちょっと一本ね、いかれてしまったんですよ。で、いや、また使えてるんで、一本ね、折れてても、まだ何とかなるんで、まだ使い続けてはいるんですが、いざとなった時用に、はい。軽いのを買いました。で、とりあえず今回この重さを測ってみたいと思います。今持ってる傘よりも軽いのは確かなので、どれぐらいなのか。はい。まあ、約 103g だと思われます。はい。とにかく軽いです。カバンの中に入れてもね、全然問題がないという形ですね。はい。103.5 ですね。はい。ということで、骨はね、6本。あります。はい。まあ、最低限の数だと思います。で、骨が多ければ多いほどね、丈夫なんですけれども、その分やっぱり重くなるんですよ。はい。で、これ開いたんですが、ちょっとごめんなさい。画面ではわかりにくいですけれども、まあ、普通に小さい傘ですね。まあ、所詮は折りたたみです。はい。まあね、頭と上半身が濡れないレベルでの、はい、傘ですね。まあ非常用なんでそんなもんだと思います。本当に濡れたくなかったらね、めんどくさいけど、ちゃんとした、傘を持ち歩くべきですから、まあ折りたたみとしては、まあ妥協できるレベルじゃないかと思います。まあとりあえず今使ってるやつが壊れたら、もうこれを、常にカバンに上下しようかと思ってます。まあ高々 100g 程度ですからね。はい。ということで今畳んでおります。で、畳んだ後ね、そこの、まあ、ケースというか、はい、布に入れるべきだと思うんですけれども、結構ね、入れるの大変じゃないですか。こうやって、ぐる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 、こう、広がらないように、こうやって止めて、そのケースに入れるっていう作業って結構ね、もう雨で濡れた中、やるのめんどくさいですから、実際これは使わないと思います。まあ、ビニール袋とかをプラスで持ち歩いて、そこに入れる形を考えてます。以上です。